さんです。皆さんこんばんは、長さんです。ヨットタイムです。よろしくお願いします。ね、カービィのね、うん、まあ、攻略本なんかもね、はいはいはい、ちょっと紹介しましたけども、うん、他にもうちにまた攻略本とかあって、うん、まあ、1個持ってきたんですけど、うん、ドラゴンクエストモンスターズ公式ガイドブック下巻です。これ究極モンスター育成編っていうやつなんですよ。で、まあ、これ出版は株式会社エニックスさんなので、うん、まあ、スクエアエニックスさん、なんか今でもある会社ですね。で、まあ、上巻と下巻があって、下巻の方はですね、なんとですね、あの配合表が全て載っているというですね、素晴らしい本になっております。まあ、このモンスターとこのモンスターを掛け合わせるとこのモンスターができるっていうのが、あの一応全部あの解説されているような本なので、まあ、どちらかというとやっぱり下巻の方が人気があったというか、需要があったようなイメージ、うーん、やっぱありますよね。で、まあ、僕は そこまで、でもね、モンスターズはめちゃくちゃやり込んだわけではないんですよね、うん、当時でもやり込んでる子たちはたくさんいて、うん、まあ、一応ね、僕持ってるんですけども、ゲーム自体も、はい、最強にしていくためには、まあ、結構大変なんですよ。レベルマックスに上げて配合してとかね、でなんかその強いやつを、まあ、仲間として使うためにいろいろやらないといけなかったりとかね、ダークド、最強ダークドでもなく載ってますけど、まあ、そういうなの、まあ、図鑑の本だったんですよね。でドラクエ、どっちかというと僕モンスターズもドラゴンクエストの方が好きなんですよ。これはモンスターズなので、自分が戦うっていうよりもモンスターが戦うっていう、ああ、はいはいはい、モンスターを仲間にしてそのモンスターで戦うっていうのが、まあ、ドラゴンクエストモンスターズの基本、ね、そうですね。普通のドラゴンクエストは、まあ、自分が勇者になって戦うというような感じなので、どっちかというと僕はそっちの方が好きで、なるほど。でこの間ちょっと結構前かも、でもドラゴンクエストの11ですか、ああ、はいはい、はい、まあ僕やりましたけど、うん、あれ1年前ぐらいなんか、ね、そうだね、うん、8月頃だったかな、あれハグレメタルエディションとウロットエディションの出たやつ、はい、もう夏ぐらい、ね、夏だったしね、夏過ぎたぐらいかな。僕はあの 3DS 持ってなかったんで、うん、あのハグレメタルエディション買いましたけど、なるほど、もうやり込みすぎてもうやることないですけど、ああ、そうですね。なんかもう勝ってでも周回とかできない、ああ、 強くてニューゲームみたいな感じですか、とかなんかアイテム、なんか裏アイテムみたいな、あ、そういうのはあります、あります、ああ、はあるみたいな、あのクリアしましたもん、それも、ああ、そうなんだよね、はい、なんかいろいろあるんですよ。まあ、やり込み要素はもちろんあるんですよ。で DS 版だと時渡りの迷宮っていう、まあ、ちょっと普通のプレステ4バージョンではない、まあ、あの迷宮みたいなのがあるんですよ、うん、それも全部クリアしましたし、でその両クリアした裏ボスが出るんですよね、うん、で裏ボスももちろん倒しました。で仲間のレベルももちろん全員レベル99で、装備も一番強いのを装備してます。で装備もあのなんか錬金術みたいなのしたらそのプラス3まで強くできますよね、うん、それも全部やりました。でクエストって言って困ってる人助けるクエストみたいなのがあるんですよ、はい、でその終わった後、クリア後にできるやつとかもいろいろあったりして、それも全部クリアして、みんな助けたんで、はい、もうだから本当にやることがないところまでやってしまったっていうような感じでしたけど、あとはもう中古に出すしかない、いやー、そうなんですよね。でもなんかその要は僕、まあ、3DS は別に売る必要ないじゃないですか、他のゲームできるかもしれないんで、うん、ってなったら別になんかやらんでいいか、それやらんでいいかなみたいな、恨んでいいかな、せっかくはぐれメタルエディション買ったのにドラゴンクエスト持ってるの意味わからんないじゃないですか、わかります、なんかその、なるほど、はい、だからまあ別に恨んでいいなと思ってたまーにやってます。僕でもたまーになんかその、なんか縛りプレイとかしない？縛りプレイも一応できますよ、あの最初からやり直すやつやったら、なんかやるしかない、あ、もう一回やるんやったら、だってもう今要はニューゲームっていうかその途中から始めたとして、はい、もう全ての世がこう平和になったっていう状態でしょ。まあ一応まあボスは倒してないところにあるんですけどね、毎回、ああそうなんですか、はい、だからボス何回でも倒せます。ただ単にそのたまにピッてつけて蹂躙するボスを倒してそれでセーブして終わるっていうのをずっとやってますけど、だからあのまあ初めからやろうかなとかちょっと思ったんですよ。で縛りプレイってもちろんあって買い物ができなかったりとかそういうのもあるんですよね。へー、そういう縛りプレイを、公式縛りプレイを選択できるってことです。あ、そうなんだ、はい、それでやってもいいかなと思ったんですけど、いかんせんストーリーももう知っちゃってるんで、うん、結構そのストーリーがやっぱ結構感動的だったんですよ、ドラクエ11って。あ、うわーってなると思うと結構たくさんあったんですけど、うん、やっぱその1回見た後にもう1回見てもそれだけの感動って得られないじゃないですか。そうね、うん、なかなかそれ見ようっていう気分にはならないですけどね。そう、うん、結構ストーリー重視するか、え、しません？いや俺はするけど、はい、え、重視しますよもちろん。なんか人によってはこうストーリーオールスキップ上等みたいな人もいる。はい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 、めっちゃ強くしてる。そうですか。いやでもなんか、いや、そういう感じじゃないですよ、ドラクエは。今回は特に仲間が途中で
死んだりとかもするんで、あそう、結構うわーってなって僕の大好きなベロリカちゃん死んだと思ってね。ベロリンガ、いやベロリンガはちゃうやん、ベロリンガはベロベルトに進化するやん、うん進化する、いや進化するよね、ベロリンガもね、ベロリンガも可愛いですけど、ベロニカちゃんもね、あの死ぬシーンがもう涙もんですから、そうもうちょっと感動しました、マジで。マジか、はい、どんな感じ死ぬ、何かと引き換えにみたいな、仲間の命を助けるために自分を死ぬんです。あのプラマイゼロになるって、プラマイゼロって何なんすか、そのこいつ死ぬ、死ぬはずやったやつは生きて、死ぬはずじゃなかったその子は死んじゃうってこと。いやなんかそのまあボスを倒しに行くところでなんかその敵のまあさラスボスじゃないんですけど、まあ、中ボスみたいなのが出てくると、うんうん、でそいつに勝てないんですよ、あやられるんですよ、やられて全員死ぬかなみたいな感じになるんですけど、その時にその子が全員をかばって死ぬんですよ、あで他の人間生き残るんですよ、はでそのまま中ボスにまた挑む、そうっすね、一人かけた状態かけた状態で、はい、で勝てます、勝てます、うん、いやもちろんそれなんで負けたかみたいなやっぱあるじゃないですか、まあもちろんね、ああもうあるんだ、ちゃんとそこで強くして、あなるほど、はい、あの戦うんですよもちろんもう一回ね、でそっからそのさっき言った時渡りの迷宮って話をしたじゃないですか、うんうん、だから時を渡ってその子を死なない方の世界線に移動してやるみたいなのもあるんですよ、へえ、いろいろそういうのがあって、なるほど、それ分岐するの、ルート分岐選べる、あ選べるっていうか一回やられて世界が魔王になんていうの支配される方の世界から、そこから時を渡って戻って倒すっていう未来に行くんですよ、へえ、ああなるほど、なんか確かそんな感じだったと思います、あだから結構その感動した、で過ぎ去りし時を求めてっていうサブタイトルなんですけど、なんかあそういうことなんかなとかやっぱいろいろじゃないですか、あなんかうわー思ってこれすごいな思ってほんま気合入ってるなとか思いながら、まあ、思いっきりやりましたけどね、あのドラクエ11やってない方ぜひやってほしいなと思いますし、あの本当面白かったんでね、持ってない方はあの PS4 でもね 3DS もぜひ買っていただいて、あのやってほしいなと、あの全然関係ないですけどモンスターズもシリーズ結構出てますから、うん、そちらもやってもらって、まあ、この古き良きモンスターズというのもやってもらいたいなと思いますし、あの全魔を配合フローチャートってこんなもついてますからね、こういう攻略本もいいですよ、うん、はい、ね、ではね本日はこの辺でありがとうございました、ありがとうございました、本日も動画ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、もしこの動画気に入ってくださった方はぜひグッドボタン、またチャンネル登録お願いします、よろしくお願いします、このチャンネルはツイッターも配信しております、皆さんぜひお気軽にフォローしてみてください、よろしくお願いします。